たね。いやもう広いですね。終わったばっかりですよ。今ね。ねどうでした。暑いですね。盛り上がりすぎて、もう最後お客さんすごい喜んでくれました、ね、もうリアクションがすごくたくさんいただけるから、ね、そうね、セリフ出るのに時間かかっちゃって、そう、ポエムどうでした、ポエム、ポエムよかった、楽しかったですよ、後でやるんですよ、ちょっと、うん、お前やるんだ、いややるんだ、時間負けば大坂さんに、僕はもう、うん、そういうことか、あのね、巻かないようにします、巻かないようにする、違う、本当にごめんなさい、あのね、司会の二人はおっさんなんで、あのお客さんどうでした？いやどうだった？ね、じゃあ俺、やっぱり、僕あの昼間はあのポエムもあれも、うん、あのサイコロもあれだったんで、うんうん、夜ちょっと、うん、あの頑張って、うん、近くね、おっちゃった、すごい、あの実はこれ裏話なんですけど、うん、影慣れあったじゃないですか、ありましたね、ね、小指になる丸くなってやるんですけども、そこで小野坂さんが、うん、あの司会の二人は死ねって出たよ、死ねって、で、あ、締めか、カンペで死ねって言っても出ないと思うよ、普通にそんな風に出るの、いや、それで、ね、で、まあ、変になってやってるわけですよね、みんながね、みんなで ね、あー、そんなこんな言うてるうちにもう時間が来てしまいました、小野坂さんがですよ、本当だ、締めって出てる、違う、締めじゃない、まあ、締めだ、もう、じゃあ小野坂さん、締めてください、今日は楽しかったね、みんな刺激で飛んぼ、俺のトーク、はい、終了さあね、三浦さんがいなくなっちゃいました、いなくなっちゃいましたね、三浦博史さん、どこにいるんですか、シャーロー、おいで、シャーロー、ということで三浦さんがいないところですございますが、はい、なんとなく雰囲気で始めてみたいと思います、いやー、楽しかった、これは音で三浦さん帰ってほしいです、そうですね、さあ、どうでした、2回目ですか、そうですね、まあ、なんか CD のなんか買ってくれた人にアニメとかやるやつとかはちょっとあったりした、はいはいはい、でかいのとしては2回目です、そうですね、どういうこと、ね、どういうこと、遅いすごいですよ、ちゃんとしてくれ、はい、じゃあでも裏に答えるところだったけど、はい、まあ、2回目のイベントやってみてどうでしたか、うん、完全にパワーアップしたと思うんです、いやー、やっぱりね、こう、まあ、新規でこう参加した宮野さんと岡本君、うんうん、彼らの勢いがすごかったと、あのですね、2人ともやっぱ自分の居場所をすぐ作るのがうまいですね、いやもう2人ともすごい面白かったです、うん、ダモちゃんはもう、あの混ぜるのは危険ですわ、小野坂雅也と2人のコンビネーションがヤバかったですね、同じことを繰り返して言ってるだけだったけど楽屋からあれだもん、ね、勢いそのままでしたね、昼の部は、うん、2人のすごいところはね、まあ、迷いがない、うん、尊敬します、はい、皆さんどうでしたか、そして楽しかったですよ、やっぱり、まあそのね、カジ君も言ったけど、同じね、ことは言いたくないから、じゃあドラマのこと言おうかなどうした、はい、ドラマのこと言ったらね、立夏とかね、ものすごいあのね、ゲームに忠実だね、そうですね、僕らとしては、ね、切ない、ああいうのとかがあるイベントもやっぱいいかな、そうですね、うん、うん、さあ僕はですね、うん、うん、やっぱお客さんの声援力がすごい直にバンバン来る作品だから、うん、楽しいんですよ、ストーブラマ自体、あのゲームの終盤も楽しいんですけど、うん、振り切ってますかね、あのバカなのにそれ言葉が悪い、そのテンションのまま僕らもバカであのステージでいてもお客さんが引かないんですよ、むしろ喜んでくれるっていうんで、うん、距離がすごく近いというのがすごい楽しかったです、うん、またこういうことがあればいいなと本当に思うわけですが、はい、僕らこの3人衆はこの辺で締めたいと思います、はい、また何かありましたらよろしくお願いします、はい、びっくりしたいないうちに始めちゃおうぜ、この日のパターンを狙ってなんか本当になんか終わってるはずなのに変な汗かいたもんしくしくと始まりましたけれども、今終わりましたね、イベントは、はい、イベントの部が無事終了いたしました、ご来場くださった皆さんありがとうございます、ご覧の皆さんもありがとうございます、ありがとうございます、自己紹介とかした方がいいですかじゃあまずは今回ね初登場の2人が今両サイドにいますから、はい、ちょっと一言いただきましょう、笹原宗役の宮野守です、お疲れ様です、お疲れ様です、あんな感じで大丈夫でしたか何に対して言ってるイベントの方もあんな感じで楽しんでいただけましたか、宮野さん最高でしたよ、楽しかったですか、頑張りましたお、岡本君はどうだったの、新年の岡本信彦です、あ、お疲れ様です、いやー、サイコロトーク考えていってもあの場に出ると全部抜けていきますね、そうだよね、そういうことはあるよね、MC 凶悪だったね、そういうことあるよね、見事だったよ、ミスターしどろもどろミスターしどろもどろに、そういうことあるよね、そういうことはないあんまないでしょ、宮野くんはないないですよ
本当に。ただ寝かしたが。はい。いやでもなんかサプライズとかもあったりして、ね。そうなんです。あのサプライズがあったの。隠りすぎて。君身長高いからね。誕生日を祝っていただくなんてね。あの僕の人生で初めてでしたんで。おお、ね。イベントでは。多分。そこら辺わかんないな。あった場合はすいませんよ。天島さんがいるところでああいうことをやったのは初めてです。いや本当俺ちょっとねメモリアルになりました。そうだからすごいね楽しかったです。よかった。メモリアルメモね、すごくなんか温かかったですね。お客さんもね温かかったです。温かかった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 。素晴らしいあのイベントでございました。天島さん、はい、どうぞ。本当になんかいろんなことがありまくってストラバ全員揃えましたし最高の守り合いになりました。ありがとうございました。うまいこと言うね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あんまちゃんと挨拶できなくて気がする。着替えてもらって大丈夫。その場楽しいさ。